必要なくなるんですけど、コロナみたいな会場に戻ってこられ
動するのかだって俺が立てて試合を出る出ないかなだってみんなも最近興味を持たないもん一番早い話が勝負の神様が俺のことを見捨ててるんだよえ本当に興味を持たれてないんだからそうそうそれはよ当然だと俺も思うからね結果も試合だけは出ようとする気持ちがあもうちょっと違う話ためにした試合でもそうだよね、ちょうどスポンサーの試合で貢献できてよかったですよ、うん、それナイスランドでした医療従事者に 20% の寄付一番谷原人がしてるなんでこんな綺麗な親方をするのかみんな俺に合わせてくれたの、ね、まあでも俺もちゃんと1万円は寄付しました、まあ、でも久々にジャンボさんに会えて俺は嬉しかったあ元気そうでよかった、うん
プレーはしてなかったけどね、ねジャンボさんはね、はいうん、でもジャンボさんめっちゃ元気ですよね。いや元気は元気よ、元気ですよ、うん、ただあの触れないだけでジャンボさんの前で内緒としかしないから、内緒とし全部内緒って言うのジャンボさんの前。ああそう、昨日もだって話して一番内緒としたでしょ、うん、7番もいいショットしましたもん、うん、あの笹生の話をしてて、うん、あら半端じゃねえよだってゴロをちょっと吹いたらあのネットキャリーで行くぞっつって。マジですか、奥のネット270ぐらいキャリーする女の子で初めて見た俺。ねえやばいっすね。エリカ見た時も衝撃だった。エリカより飛ぶんですか、うん、やっぱり飛ぶと思うな。やっぱり僕最初エリカ見た時あの右のピンあるじゃないですか、うんうん、僕のあそこに行ってたんですよ、うん、あそこ255だからねじゃないですか、うん、手前ぐらいだったんですよ、うん、でその時ちょっとアゲンストだったんですよ。アゲンスであそこまで行く女子いるんだなって思ってたんです。僕、笹生はまだ見たことないんで、うん、フォローを吹いたら、いくらしいがあんなのって、パンって、うん、キャリー270です。やばいっすね。常時260ぐらいいってるってことですね。ああ、もうライン入れたら、もう全然それはイージーでいくんだよ。危ないね、食われちゃうね。あの、幼い守が何回か食われたっていう話は聞いたけど。本当ですか、うん、何回かやられたんですけど、うん、あのマムさんの、車の中で食ってたよ。まあ、とりあえず2日間競技だけどね、はい、あの良かったです。谷庵が優勝してくれて、はい、おめでとうございます、はい、こちらそうだ、ね、これおめでとうございます、ね、はい、はい、おめでとうございました。
ぱりいい素材たくさん見つけました。やっぱりあの男子プロがなんだかんだって言われてんだけど、必ず彼たちがこれから頑張って、ね、みんな引きつけるような、みんなに拍手してもらえるような、みんなに認められるような選手になって、男子プロをぐいぐいと引っ張っていきたい、行ってもらいたいと思います。今回私のところの、生徒が10名ですか、参加させていただきました。まあ、彼たちにとってもこういう経験というのは過去にない。でも大変なあの収穫があったと思います。この苦しいゴルフの中で自分の下手さを認識し、これからどうしなきゃいけないかというのははっきりとした形で見えてきたと思います。本当にまあ人間の意味で大変意義のある大会だったと思います。本当にこれからも皆さん、男子ツアー、レギュラーツアー、人間を応援してやってください。どうもありがとうございました。はい、はい、先進局の113勝を挙げましたジャンボ尾崎さんでした。ありがとうございました。じゃあ先生にお話します。締まりますね、会長。さあ続きまして主催者であります ISBS 一般社団法人国際スポーツ振興協会会長半田春久よりご挨拶申し上げます。温かい拍手お願いします。ありがとう、おめでとうございます。ジャンボ尾崎さんのおかげで、本当にメディアの皆さんも普段以上に熱心に囲みができてて、新宿の通りが銀座の通りでよく囲んでたら、なんかこれで影将棋なんかしたりするでしょう。あんな雰囲気で見たらジャンボさんが顔を取材してて、メディアの皆さんにとってもジャンボ尾崎さんが来る、ジャンボ尾崎さんが応援してるというだけでやっぱりゴルフ界で正しいところを連投してるという感じがしますね。ジャンボさん本当にありがとうございます。実はですね、今回、まあ、毎回毎回、会合ごとにトーナメントを我々も運営方法を進化させておりまして、昨日終わった後、うちの時計屋の横山さんとか、徳永さんとかご飯食べて、君たち毎日どういう人生を送ってる、どういう日々を送ってるのかと聞くと、それはもう会長横山さんというのはジャンボ尾崎に8打差をひっくり返されたという、芹沢名人のと芹沢の子さん、それから渡辺塚さん、ジャンボの餌食ということですね、有名な方です。そのジャンボの餌食のと横山さんに聞いたら、それはもう少しでも上手くなりたい、少しでも上手くなりたいというので、頑張っているけども、やっぱ練習をしておくても実際プロ同士賞金がかかったプロ同士の試合の時にどれだけ自分の技術のゴルフが向上したのかっていうのを試すことがないとですね、本当に実力にならないので、いつもやっぱりそういうことをもう来年再来年でシニア、グランドシニアになるんですけどね、みんなはやっぱりレギュラーもジュニアもシニアも男子としてもみんなプロゴルファーを育てているんだと、そのままチャンスがないと本当の力が出ないんで、それはもう感謝してるんだと。